どうも山田です。ガスもおります。ガもおります。はい、イン渋谷ということでね、はい、レックザレイドをスタートしてからもうおよそ1週間半ぐらいかな、そろそろ2週間みたいな感じになります。皆様どうですかね、レックザ高校対地色違いゲットできてますかね。はい、ですね、まあ、僕たちはですね、ヤス君は色は出した、色違い出した、多分93%ぐらいの、はい、めっちゃ高い色、はい、で、ダイちゃんが出しました、はい、出しましたということで、黒は全員ね、一旦ね、おのおの、はい、収録内外問わず出してはいるんですが、あのレクザっつうのはですね、正直もう強いやつ何体でもね、まあ、欲しいやつなんですよ。無限回収ですね。無限回収なんですよね、はい、レクザっつうやつは、はい、ということでですね、レクザレイドちょっとまあ、回ろうということでね、3人で来ているわけなんですが、13時の渋谷、なんか雨が降ってたから多少はね、多少は楽かなと思った、うん、なことはね、なんか、湿度ですかね、湿度が高くて、確かにじりじりじりって感じではないんだけど、うん、ずっとね、汗がね、そう、汗が出やすいやつ、じわじわと、サウナみたいなね、雰囲気なのかな、うん、って感じなので、ちょっと今日もね、大変ではありますが、うん、はい、回っていこうかなと思っているんですが、全然関係ない話をさせていただきます、はい、皆様、今年の夏公開のね、映画、ドラクエね、ドラゴンクエスト、Your Story、はいはいはい、あちらがですね、ネタバレはしないですよ、ネタバレはやめてきますが、僕見てないんですけど、なんかとんでもないことになってるんですよ、評価が、うん、評価がとんでもないことになっておりまして、らしいですね、はい、気になる方はググってもいいし、見に行く予定だけどネタバレ完全にシャットアウトしてるって方はもうやめた方がいいと思うんですけど、とんでもないことになってて、そこから派生して今渋谷駅からここのジムに来るまでものすごいちょっとドラクエトークがね、そうですね、はい、ちょっと盛り上がってしまいまして、うん、盛り上がったのは僕だけなんですけど、はい、皆さんね、ドラクエシリーズ、ポケモンってさ、言うて RPG じゃないですか、本家が、なんで、うん、RPG 好きっていう人結構いると思うんですよ、はい、ポケモンのプレイヤーって。確かに、はい、だからドラクエも例えばやってるとか FF やってるとかいう方いると思うんですけど、僕ね、マジでドラクエは5が一番好きなんですよ。あ、僕も5ですね、はい、そう、なんですけど、結構ね、人によって分かれると思うんで、はいはい、よかったら今日はちょっとどのドラクエが一番好きなのかコメントください。あ、なるほど、皆さんね、はい、よかったらどれが一番おすすめですみたいなやつをね、はい、書いていってください。いいですね、はい、よし、ということで CP 非常に低かったです、僕2131、はい、見てなかった、はい、じゃあちょっと一旦今日の一発目開けていきますか、はい、はい、黒かな、どうかなということで、さあどうでしょう、どうでしょう、はい、20個だ、ボール20個やばいですね、黄色 ね、 いですね、はい、黄色が多かったですね、はい、行きましょう、せーの、ドン、どうだどうだどうだ、はい、残念ですね、17、まあまあ低いですね、相当低いぞ、はい、71、おー2171、めっちゃ強い、それ確か93だな、はいはい、91がマックスだからね、ブーストかかってないとね、確かね、うん、はい、なるほど、いいな、よし、じゃあちょっと僕はとても弱いのでサクッと捕まえていこうと思います。はい、2戦目でーす、はい、もうさっきの場所とここまで徒歩5分ぐらいなんですよ、はい、汗吹き出る本当に暑い、すごいの、でも俺思った、夏のロケはですね、毎回毎回暑い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 言ってるんですよ、僕らね、うん、もうやめようよ、うん、なんか昔さ、高校生の時にね、うん、僕がなんか新しく来た保健体育の女の先生がいたんだ、はい、もうめちゃめちゃなんか、もともとソフトボールかなんかやって、すげーいかついのよ、あ、元気かみたいな感じで来る、もう怖い人や、そう、ちょっと怖い、はい、でもね、身長すごいちっちゃいのよ、150ちょっとみたいな人で、で、この先生がですね、もう夏になると暑いとかさ、うん、部活の後とか疲れたとかめっちゃ言うじゃん、お前らやろうって、疲れたとか暑いって言うとプラスアルファ、それは、ま、もう増してっちゃうから、うん、疲れたっていうことに疲れるし、暑いって言うと余計暑くなるから、うん、全部好きって言えって言われてだからよく分かんないけど、やってみるとすごい面白いんだよ、うん、だからもう暑いとかすげえ暑いとかが、あー好き、大好きってなるんだよもうクラス中がもうみんなクスクスするんですよ、やると、あのね、2週間ぐらいは流行ったね、すごい面白いし、実際、まあそうっすね、そう、クラスメートがみんなもう好き好き大好き愛してるってめっちゃ言い合ってる、愛してるから発表するのおもろいな、もう疲れすぎるとみんなそう愛してるって言っちゃうからすげえ楽しかったね、一休さんみたいなちょっとトンチ聞かせてるよねいやあれはね、ちょっとおすすめです、皆さん、はい、熱い、疲れたっていう代わりに好きっていうね、なるほど、はい、よし、OK、入った来たよ、なんかさ、渋谷黄色の人多くない、今日多いっすね、確かに、さっきも黄色多かったし、まあ、そもそも人数少なかったけど、さっき今こっちもさ、だって14人中1、2、3、4、5、6、7、8人、ほら、すごい、半分黄色だよ、これはもう染まってきてますよ、山田さんの力や、世界が黄色チームがどん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 ね、
チーム変更メダリオンがね実装されて、やはりみんな最初に赤とか青を選んで、うん、やっぱ黄色だったなと、まあやっと時代が追いついてきたというか、そうだね、うん、3年経ってやっとスパークさんをね、崇拝する人間が増えてきたということですね。一番いいキャラしてますからね。なるほど、押した押した。さてと、さっきがひどかったので CP がちょっと出したいですね、うんうん、この収録の中で黒か 100% を出したいね。確かに、うん、それはある。3人いるからね、せっかくね。はい、うん、弱い。1421ですね、僕は。アホすぎん、ちょっと弱すぎん、さすがに。あ、でもチーム貢献度やっぱあれだ、黄色だ。いいですね、すごい。はい、やっぱ素晴らしい。よし、じゃあもう一回開けていこうか。はい、あ、いきますよ、誰かが黒だと嬉しいな、せーの、ドーン、来い。なあ、来ないか。2114、さっきより低いってやばくない？大丈夫、いくつだと CP？ 2級です。2級、みんな弱い。みんな弱いよ。みんな弱いね。みんな弱い。次行きましょう。はい。黒玉目指して歩いていましたが、今ね、2玉が9個をやってるんだけど、これ全部ギフト3なんで、なるほど。実質7玉ですね。はい。はい、割っていきましょう。レッツゴー。嘘8を出せ。嘘8頼む。あとピチューもね、色違いワンチャンあるかな、はいはい、帽子のね。あー、たまんた、いらないやつね。いや、いらないって言ったらいけませんね。生まれてきてくれたわけですからね、そんなのはダメですよ。たまんたがね、嬉しい、ありがとうございます。はいはい、全てのポケモンに感謝していきましょう。感謝ですね。はい、生まれてきてくれてありがとう、たまんた。さあ、2匹目は一体何かね。さあ、何かな。色違いの嘘8じゃないけど、まさかのリオルです。おー、ありがとう。全然いいですね。そう、リオルはとても嬉しいやつですね。生まれてきてくれてありがとう。3匹目いきましょう。3匹目、はい。さあ、この演出なんか癖になってきたね、この光ってるやつね。あ、それめっちゃ好きですね。そう、なんだかんだ、いや、色違わない嘘八、生まれてきてくれてありがとう。はい、ありがとうね。なん、バルキー、ありがとう。はい、バルキー、ありがとう。さあ、バルキーの次何なんだろうな。だいったー、ゴンベ、はい、オッケー、いらない。はい、次いきます。もう言うてもうた。ディグダー、オッケー、お前もう野生でいいよ。出た出た。どうなんですか最近ですね、はい、マジでカクつくんですよ、暑すぎて。まあそうですね。そうで、最近ね、もう僕あのこれ外すんだよね、このカバーを。あちあちだもん、鉄板だもん、ただもん。あちあち、マジでマジで。ちょっとだって持ってみたって、ほらこの状態で。あ、もう目玉焼き焼ける。焼ける、全然焼ける。焼きましょう、あとで。うん、やめて。マジで動かないもんね。あ、やばい、なんか色がもう見たことない。画面が見たことない色になってるもん。はい、3戦目のレックザでした。僕は2118だったので、はい、とても弱いことが分かっております。えっ、びっくりした。すごい、すげえ、すげえ、びっくりした。マジでいきなり出てきた。マジで、いや、マジで、いや、ちょ、レックザ、シャイニーチェック、ウェイト、OK、いきます、せーの、ドン、どうだ。あー、OK、ノーシャイニー。ノーシャイニー、色違いない。ノーシャイニー、ダメ、色違いない、ノーシャイニー。Oh, okay. マジで偶然。はい、いや、なんか久しぶりに3人撮れました。よかったですね。はい、一番皆さん、はい、どんどん日本語上手になってるからね、リバーサルがね。いや、マジびっくりした。はい、まあちょっとね、彼らと一緒に全然一緒に回ってもいいんだけど、うん、渋谷の駅の方のレッグーザーがね、はい、ちょっと もう割れちゃってるんで、一旦そっちの方に、まあ、彼らもこっち来るんだったら、後でまた合流できるでしょう。そうですね。はい、うん、はい、行きましょう。3人黒かどうかチェック、せーの、ドン、よっこいしょ。あ、出ないですな、マジで。強いぞ。え、70いいやん。いいじゃん。70は強いですね、結構。いや、さっきまでずっとちょっと調子悪かったのが上向きになってきたり、なんかね、うん、ちょっとずつ答えになってきました。はい、このままの流れで100か黒を出したいですね。すごいどうでもいい話またします。はい、どうでもいい話が多いんですけども、ライオンキングが実写化ということですね。ライオンキングのオープニングがよく流れるじゃないですか、最近ね。あーずべんにゃーだばりーりわわーみたいなやつ、はいはいはい、あれがですね、僕は10年以上前にあれの替え歌を聞いたことがあって、はい、多分芸人さんだと思うんだけど、それが分かんないんですよ。で、その替え歌っていうのが、あーこりゃなんだー、かわいいチワワって言って、チワワをね、かわいがるっていうネタなんですけど、全然思い出せないんですよ。誰か知ってる人教えてください、コメントしてください。はい、はい、それではおのおの CP と袋か見ていきましょう。せーの、ドン、どれだ。あー、みんな緑ですね。7級ですね、まあまあ高い。強い、強い、7級強い、ね、やったぜ、いいぜ、強いぜ。こういうのが黒が嬉しいんだけどね、本当は ね、はい、まあ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 、ちょっとこれじゃちょっとちゃんと録画しようか。ボールが言うて16個あるんで大丈夫だと思う。
あ、くそ、急っ、ちょっと焦った、頑張れ。はい、いいの、3揺れしないね。ポケモンゲットしてる時ねに、焦るんですよね。あの滝のように汗をかくから、入ってくるんだよ、目に入ってきて、うってなるから早めに拭いときたいんだけど、拭いてる間に威嚇してきて、あー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 ってすごい乱されるんですよ、夏のゲットチャレンジって。だからよし入った、よかった、乱される前にと思ったら入りましたね。なるほど、もう暑いから多分早く入りたいんです、室内に。人間と同じだよ、レクーザも。なるほど、モンモンの中涼しいんですか、快適、快適でしょう、出なきゃみんな収まらないでしょう。お、攻撃ヒットポイントが15、防御13ということで、だいぶ理想的なね、だいぶ強い、はい、レードとかジムでは非常にいいやつですね。よし、行きましょうか。ユノに2人ともボールを、いや多分俺ラグってて止まってたんだけど、よだめが落ちたな。はい、せーの、ドン、そろそろ出したい、はい、黒が見たい、はい、あーダメだな、マジで来ないね。しかもみんな弱い、弱い、みんな弱かった、弱いです。さあ、ムービー何回？社長も注いじゃう、注いじゃう。初見がありましたら奥のテーブルの席の方。初見がありましたら奥のテーブル。いや、すごい、お酒のように。ラムネを。お酒ね、飲めないからこの時間はね、さすがにね。あら。あら、いい。ガチの顔だ。はい、どうぞ。パンパンパン。スープか。スープか、ライス。塩ラーメンセット、一番イカついのある。暴力的な暴力的、すごいの食ってんな。ごちそうさまでした。はい、回ってます、回ります。はい、ちょっとご飯食べ終わったらめっちゃ雨降ってるわ、ぼちゃぼちゃに降ってる、もうバーチクス降ってんだよ、なんか、まあ、ちょっと怪しいなと思ってたんだけどさ。いや、でもね、でもそしたらなんか店員さんもね、ラーメン屋さんの店員さんもなんか3本も傘、すげえ、マジでやばい。渋谷の中島さん、すげえ、ありがとうございます。また来ます。また来ます。ありがとうございます。はい。まさかの傘貸してくれる。ラーメン食っただけで傘ついてきた。ラーメン傘つき。すげえ。とんでもねえ。そんなことあります？じゃあちょっと六本木撮影に戻ろうかね。そうっすね。ここからだとちょっと厳しいからね。オッケーです。まあでもヒルズとかでもね、出たりしますから。まあ確かに。一応ね。はい、あのあとですね、六本木ヒルズの方に戻ってきたんですが、ヒルズがですね、あのピンクの卵しか出てないと、そうなんですよ、あ、感じになっちゃったんで、最後にですね、ギフト入れて、あのギフトから出てきた卵が多分8個かな、できればここで、ピンクの嘘8出したいですね。出しちゃいましょう。マジで出しちゃいたい。やっちゃいましょう、やっちゃいましょう、いきましょう。おい、はい、と、はい、来た。さてと、まず1個目は誰だ、よいしょ、あ、エルリリですね。まあ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 、別に、うん、個体値が良かったらね、この辺もね、普通にね、あの最近美味しいって言うか、ね、別にありなんでね、はい、はい、マリルリのためにね、耐久型のやつが欲しいんですけどね。2体目、そうなのか、そうなの、誰かな、何かしら出てほしい、そう、何かしら出てほしい、いやー、そんなに、やっぱそう、トイン、緑は持ってるんですか、ね、緑は一応持ってます、ルリリは。そう、だからベイビーはね、僕、ベイビーは、ウソハチとあとエレキット持ってなかった気がするな。あー、なるほど。あ、くそー、出ないなー。頼むー。来い。行ってくれー。出してくれー。出して、あら、そっちかー。行けよ。え、何でもいいから色違い来い。何でもいいから色違い。出てちょうだい。うわー。ルリリいっぱい出るね。多いですね。なんか多いね。ブリリ祭り。ブリリ祭りですね。祭り。祭りになっちゃったね。そうする、ラストかな。もう1個2個ぐらいかな、多分な、はい、はい、行ってみよう。でもほとんどルリーだったから多分もう間違いない。ルリーです。いや、やめてくれー。違うかった、うん、外してきたね。はい、ムチュールさんでしたね。うん、どうかな、わー、あ、まだある、多分ラストかな。もうだいぶ割ったので、うん、おそらく終わりだと思います。今日ギフトもそんなに開けられないので、これラストだと思います。さあ、行ってみよう。今日出したい嘘ハチ色違い、どうだ、どうだった。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私山田、そしてやすだよ、Twitter やっておりますので、よかったらフォローお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。